さあ、続いてのコーナーはお絵描き力ナンバーワン決定戦サポーテッドバイロッテ北木壮司、そして小島投手、佐藤選手、安田選手にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。画伯4人にお越しいただきました、はい、似合ってますね。そうですね、似合まあそうですね、はい、どうですか。いや、今さっき話を聞いていたら、これまっすぐかぶるの、斜めにかぶるのって話があったので、はい、そのあたりもこだわりがある人とこだわりがない人もいるんだなというところではありますけども、はい、小島投手の上だいぶ乗っかってますもんね、はい、かぶり心地いかがですか小島投手。まあ、なんかちょっと違和感はあります。いや、小島投手、絵の方はどうなんですか。いや、多分ひどいと思います。あれ、あら、はい、自信は、まあ、そうそうですね。北木投手とか美術の成績とかどうだったんですか。いや、もう覚えてないです。覚えてない。はい、じゃあこれはちょっと楽しみですね、はい、はい。では先にルールの説明をさせていただきます、はい、これからですね、制限時間3分で各ご自分のポジションのイラストを描いていただきます。これですね、どんなシチュエーションなのかは後ほど説明をさせていただき、はい、していただきますけども、北木投手なら右ピッチャーの全身のイラスト、で小島投手は左ピッチャーの全身、佐藤選手はもちろんキャッチャーで、安田選手は左バッターを全身で様々なシチュエーションで描いていただきます。先ほどちょっとおもてなし隊長上野さんに描いていただきましたけど、上野さんこんな感じで、はい、ご自身の、まあ、現役時代を思い起こして描いていただきましたが、このように自分のことを描くような雰囲気ですか。そうですね、はい、投げている、そうです、ね、プレーしている、はい、でそこに、まあ、どんなバッターがいたりとか、例えば卍ポーズが入るとか、はい、まあ、それはいろいろ皆さんの、まあ、芸術次第ということですね。イマジネーションを沸かして書いていただいて大丈夫だ、はい、ということですか。そうですね、はい、さあ、それでは行きましょうか。時間制限がありますね。そうですね、3分間、はい、3分間で書いていただかなければいけません、はい、では早速参りましょう。お絵描き力ナンバーワン決定戦サポーティッドバイロッテスタート。さあ、3分です。はい、視聴者の皆さんはツイッターの準備をよろしくお願いいたします。どの選手のイラストが一番うまいか生投票を行います。得票数の多かった選手にはロッテのお菓子詰め合わせをプレゼントさせていただきます。さらにツイッターの投票に参加をして画面をリツイートしてくれたファンの皆さんには抽選で10名様にクーリッシュタオルとロッテのお菓子詰め合わせをプレゼントいたします。さらに4選手に描いてもらったイラストはなんとグッズになります。グッズになります。選手のイラストが T シャツ、キーホルダーになるようです。詳細は決まり次第球団公式ホームページにてお知らせいたします。どうぞお楽しみください。ということで選手の皆さん、いいイラストを描いてください。これ、まあ、南さんいかがですか、進捗状況は。田中さん、まず、はい、小島投手ペンは右なんですね。あ、小島投手右利きなんですね。はい、書くのは右、箸もどっちですか。箸も右で、お箸も右、はい、投げるのは左、はい、なるほど。安田選手は若干小形文字みたいな感じになっってきましたね。まずいですよ、もうすでに胴体と腕が交差をしております。で、まあ、佐藤選手はどうですか、南さん。佐藤選手は、はい、このまま行くと、これマー君さ、見て、あれ頭どうやって描くの。もう描けなくない。さあ、まもなく半分、1分半が経過します。まもなく1分半が経過します。これもしかするとそのまま未完成のままグッズ化になる可能性がありますね。これ皆さん、必ず1分あと30秒で完成をさせてくださいね。かっこいいですよ、小島投手のペンがどんどん走ってきた。滝投手は細かい、これ完成しますかね。あ、でも繊細さが出てる。さあ、あ、なるほど、小島投手はちょっと、さあ、あと1分です。残り時間はあと1分。ほら、マーク見て、あと1分。だから佐藤選手に言ったのよ、いけるって、ね、これ入らないから。表情もね、顔の表情も楽しみですね。どんな顔になっているのか。4番いい感じ、いい感じ、長所かっこいいと思う、いい感じ。皆さん、出演状も説明をしながら書いていただきますので、さあ、この後はツイッター上でファンの皆さんに生投票を行っていただきます。生投票がこの後はあります。マー君、二木選手はね、ちょっと漫画っぽい。さあ、あと30秒を切りました、ね、あと30秒切ってます。あ、ユニフォーム、あれもう完成してますか。安田選手、完成ですか。いや、安田選手ね、完成してるっぽいんですけども。さあ、投手がちょっと頭抱えてますか。さあ、あと10秒です。自信あり、自信あり、もう安田選手は自信ありという一言いただきました。
さあやべ、わかんねえ。あ、ここでタイムアップですね。3分が経過しました。皆さん点を置いてください。さあ3分間ひどい、どんな絵になったのか。さあまずは全選手1回見せていただきましょうか。はい、全選手一斉にお見せください。よろしくお願いいたします。どうぞオープン。ハゲてる。お、結構描けてませんか。どうですか。え、かけたと思います。かけた、はい、自信あります。安田選手188センチあって、その小ささは何ですかっていう。佐藤選手ちょっと切れてますか。顔が切れちゃいました。顔大きすぎないですか。さあファンの皆さん、これよく見てくださいね。生投票始まっております。よろしくお願いいたします。絶対1位でしょ俺これ。さあ生投票の結果がどうなるかですね。絶対おまけ付き、おまけ付きだ。さあまずじゃあ宮根さん、二人投手から見せてもらいましょうか。シチュエーションを教えてください。はい、僕はあの誠ユニフォームでフォークボールを投げてるところです。そこまでこだわる。これうまく捉えてますよね。これ指もね、ちゃんとフォークちゃんと挟んでるんですよね。うまいですね。はい、これ素晴らしい。マー君、点数つけるのは何点ぐらい、二木投手。お、すごい、85点。高い、素晴らしい。続いて小島投手。小島投手、これシチュエーションは横から投げている絵です。はい、これは自分ですか。一応自分です。はい、多分。はい、相当ボールが大きく見えるのは気のせいです。いや、合ってます、合ってます。そうですね、はい、まあ、その辺はうまく加味していただいて。これ左手でも文字は書けたりするんですか、絵とか。いや、何も書けないです。はい、投げるだけは左なんですね。はい、なるほど。じゃあマー君に。はい、マー君どう。こっちの洋酒だったんですよ。さあ、投票始まってます。続々と皆さん投票中です。あ、おまけ込みで、おまけ込み80点いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。さあ佐藤選手いきましょうか。さあ、これはこのようなシチュエーションでなぜあのキャッチャーやってるように見えないと思う。座ってる写真を、はい、ちょっとカメラの方にもう一度見せていただいていいですか。そうですね、これはあのメロンパンとクリームパンが描いたわけではないですよね。そうじゃないですよね。そうですよね、マー君ね。メロンパン、パン描かれたわけじゃないですよね。あのパン好きなんでメロンパン。メロンパンともう一つお腹の後にもう一つパン、クリームパンですかね。クリームパンです。はい、キャッチャーミット、あ、キャッチャーミット、はい。さあ何点でしょうか。メロンパンとして100点だけど、キャッチャー、キャッチャーとしてだ。キャッチャーとしてですね、特徴得てないです。20点。だけどファンの皆さん投票ですから、ファンの皆さん投票。さあでは安田選手。さあ安田選手、楽しいですね。はい、一番魅力的です、はい、ご説明をお願いいたします。もうこれあれですね、あの9回2アウトでもうサヨナラの場面で立つというイメージの僕のイメージですね。はい、それじゃボンダだ。バットがめちゃくちゃ短くないですか。今あと小さい声で小島投手がそれじゃボンダだ。バット短い。二木投手どうですか見て。期待できないです。これグッズになるんですよね。そうですよね、グッズになりますね、はい、グッズ、これグッズになる。めちゃくちゃ打ちそうだと思ってたんですよ、はい、すごい雰囲気あるなと思ってたんですけど。何マーク、何点、何点ですか。後ろのピカチュウ90点なんかね、後ろにピカチュウ書いてる。誰が書いたの。なんでいつの間に書いたんですかね。これ誰かね、多分ね、さっき練習で書いてるんだ。佐々木投手が練習で書いたんですね。練習で書いてる、練習で書いてる。あ、これね、これ、これは何点マー君が見て。さあ、養成所の皆さん、もう一度カメラの方に絵を見せておいてください。マー君何点ですか。やばい55点です。低くなりました。さあ投票がですね、はい、続々と行われておりまして、生投票。んなもう余裕。さあ、ここまでの投票、あ、もうリツイートは1500すでに超えてますね。いや、ファンの皆さんたくさん出してくださっておりますツイート。じゃあ発表しましょうか、南さん。さあいいですか、いきますね。ツイッターの得票数お伝えしていきます。まず小島投手 0%。 あれ一票も入ってないってことですね。一票も入ってません。そして佐藤選手 0%。 おお、
一票も入ってない。そして二木投手 57%、 安田選手 43%、 伝わって二木投手の絵が見事頂点に立ちました。絵心ナンバーワン、絵力ナンバーワン、追いかけ力ナンバーワンに決定しました。でも小島投手と佐藤選手 0% っていうのがね、ちょっと分かれましたね。はい、二木投手、今の心境を教えてもらえますか。いや、まあこのメンバーだったら、まあ安田にこんなあのどっこいどっこいだったのがちょっと悔しいです。はい、いやでも小島投手にも一票入ってもいいぐらいだと思うんですけど。ですよね。はい、佐藤選手もまだ一票も、まあ、違うんです。田中さん、あれはパンを作られたんです。はい、あ、パンですね。はい。はい。これ新しい、そうですね。はい。グッズになりますからね。さあ。マー君、二木選手には、はい、二木選手、はい、プレゼントをお願いしてもいいですか。はい、はい、ナンバーワンに加えた二木選手には、はい、選手にはロッテのお菓子詰め合わせとクーリスタオルをプレゼントさせていただきます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。追いかけ力ナンバーワン二木投手でした。ただファンの皆さんがするとね、はい、これがどういう風にグッズ化されるかがちょっと楽しみですよね。そうですよね。はい、本当にグッズになりますね。はい、なりますね。グッズになります。はい、はい、もうツイッターのリツイートは2000超えております。はい、ありがとうございます。見事頂点に立ちました。ということで以上、追いかけ力ナンバーワン決定戦サポーティッドバイロッテでした。選手の皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。嬉しいわ。うん、おじさんでしょうか。これ言っちゃいます。おじさんが一番つらい。おはようございます。そうだ。2月の沖縄はですね、ポカポカと非常に暖かく春の陽気になっています。晴れた日は非常に心地よく外でも半袖で過ごせる陽気です。沖縄そばやタコライス、紅芋を使ったスイーツ、泡盛など沖縄グルメもお楽しみいただくことができます。また沖縄県はスポーツアイランド沖縄をテーマにスポーツを楽しむ観光、スポーツツーリズムを推進しております。2月はぜひ暖かい沖縄へお越しください。そしてですね、ここで日本生命からお知らせがあります。現在、千葉ロッテマリーンズ応援キャンペーン2020第2回を行っています。ファイナンシャルプランナーとの相談会に参加された方、先着300名様に平沢選手、そして成田選手、藤原選手の私服の写真の直筆サインが入ったオリジナルグッズをプレゼントいたします。前回はこちらのグッズでした。詳しくは公式ツイッターをご覧いただければと思います。